おはようございます。先ほどお昼を食べ、こちら大雄山線小田原駅です。美味しそうなお蕎麦だね。ほんで今回乗ります電車はこちら。はい、こちら伊豆箱根鉄道大雄山線です。どこまで乗るのよ？終点の大雄山駅までですね。やあ乗ろっか。車内はこんな感じ。あら、基本ロングシートなのね。と思うじゃん、実は。変わったところに表示器がついてるね。あ、ライコンやった。ごめんなさい。ロングシートの他にも転換クロスシートがあるのが強みです。小田原駅発車。自動放送を聞いてみましょう。この電車は大雄山行きです。次は緑町です。小田原駅から緑町駅までは歩いてたったの7分550メートルです。クソ狭い駅間ですが、緑町駅も市民の足となっていることも忘れちゃいけません。車内表示器が独特な位置にあるのでこんな風に降りる方向を案内してくれます。それでは今から転換クロスシートをガッチャンコしましょう。ガッチャンコ。こんな風になるんだね。関東でこれができるのは強みだと思います。ま、乗車時間20分くらいしかないんですけどね。20分でも充実した移動になるならそれでいいわよね。てなわけで夜メロン渡ってなさい。なぜそうなるのか理解しがたい。この辺の車窓はちょっと山がちながら住宅街を走る感じです。途中までは小田急線からさほど遠くない場所を走ります。ちょっと気づいたのですが、この辺も車文化らしいですね。車も少なくないものね。ってことは誰も電車に乗ってなさそうだからここで変化になっても良さそうね。なんですかダメに決まってるでしょう。こののどかな車両、いいですよね。ところで3ドアなのでたくさん転換クロスシートが置ける、と思われがちですが、1車両におけるドア同士の間隔が結構狭いので転換クロスシートの数はとても少ないです。説明が下手くそなのはともかくとして、ドア間の転換クロスシートの席数はいくつなのよ？どっちかガッチャンコしたらどっちかボックスシートみたいになるので、実質6席。だいぶ少ないのね。じゃあ夜メロンが椅子になりなさい。ちょっと何言ってるかわからない。それにしてもなんというかこのいかにも地方私鉄といった感じがいいですよね。この路線は伊豆箱根鉄道駿府線と同じく、西武鉄道の管理する路線でございます。路線自体はローカルだけど大手の会社が管理しているってこと？そう解釈してもいいかもしれないわね。さて、次の停車駅は和田ヶ原駅です。終点まであとどれくらいなの？和田ヶ原を過ぎたら残るは2駅です。もうそんななのね。短い路線ね。そうなんですよ。こんな快適な転換クロスシートでまだ15分しか移動してないのに。そうだ。和田ヶ原駅と小田急海星駅は遠いながらもほぼ直前で乗り換えができます。歩いて30分弱ですが、急行停車駅なので頑張れば時短と節約を両立できます。でも今は夏だから長距離を歩くのは辛いんじゃない？そうそれ。だからある程度良い感じの駅で乗り換えることにしました。詳細は後述することにします。話は変わるけど、こうして見ると本当に快適そうな椅子ね。前に見た感じの電車に乗ってたと思うけど、あれはボックスシートだったっけ？そうね、駿府線で乗ったのは快適なボックスシートだったわね。ま、この路線はどっちのシートも快適だもの。でもあんたロングシートはどうなの？ああ、ロングシートは嫌いなんだね。通勤の手段としてロングシートがあるというのは重々承知です。それはね。ここで皆様に悲しいお知らせがあります。次が終点なので転換クロスシートを降りなくてはいけません。私は非常に残念でたまりませんがこれが運命です。ってことでしょう？なんてバレたのー。あんたみたいな小利きが考えてることなんてそんなの丸わかりよ。ところでさ、着いた駅でなんか観光はするの？うん、駅メモでイベントがあるのでそこでは下車する予定だよ。そろそろ着くならもう用意した方がいいんじゃないかしら？おいっす。よく見たらあれも転換クロスシートでした。取るのもいいけどいい加減降りる準備をしなさい。てなわけで大雄山線大雄山駅に到着しました。ここからバスで観光地まで移動します。でもそれは別動画ででしょ？駿府線に引き続き今回もそうですわね。じゃあ行きましょうか。大雄山駅でアイスを食べた後に改札に入りました。グレープ味のアイスが美味しそう。
結構うまいよ、これでクイックチャージ。あら、今度は赤い電車が来たわね。この塗装ですが、旧塗装と呼ばれているらしいですわね。見てくれは京急ですけど、走る地域はあちらとは全く違います。じゃあさっさと乗りましょう。今日のように乗って、秋のように乗りましょう。お姉さん、何言ってるの。皆様に大変残念なお知らせがあります。もうあんたが何を言いたいかはわかるわ。どうせこの電車がロングシートでとっても悲しいってことでしょう。なぜ、いつ、わかった。あんたが座席に求めることなんてそんなの丸わかりよ。まあ、ロングシートでも座席はそれほど悪くないですよ。こういった仕切りのないふかふかな椅子は JR 東日本の205系を思い出すよね。それにしてもガラガラだね。まあまだ始発駅だから。絶好の晴れ日和ですわ。ブラインドがあるため日光を遮ることもできます。ロングシートといえど、まあまあ設備は悪くないね。小田原が終点ですが、小田原ではおりません。いやあ、やっぱり和田ヶ原駅で降りて歩くのね。ねえ、話聞いてた、話聞いてた。和田ヶ原駅では30分弱歩くのがきついため、お互い乗り換えが10分未満の駅で乗り換えます。いやあ、もう少し乗るのかしら。もう少しどころか結構先まで乗るよ。歴史ロマン機構のヘッドマークですってよ。これが例のあれね。五百羅漢駅に到着しました。ここで乗り換え予定ね。そうです、ちょこっと歩きます。5分ほど歩いたでしょうか。近いね。あれが足柄駅です。割と楽に移動できる上、旅費も節約できます。具体的にはどのくらい節約できるのよ。小田原で乗り換えるのと比べると、大雄山線で30円、小田急線で53円節約できるので、総額83円の節約になりますね。ここら辺は霧も積もれば山となるって感じだね。そうね。せっかくなので優等種別の通貨を見ていきましょう。くぅ、たまらんですね。青い電車、早かったね。ここは小田原の隣の静かな駅で、ホームのすぐ近くに車両基地があります。どのくらい静かかっていうと、このくらい静かです。こぎんまりとしてるけど、管理されてそうな綺麗な駅だね。連絡階段に蜘蛛の巣あって怖かった。それは言わないの。じゃあ帰りましょうか。今回は大雄山線に乗ったという動画でした。関東から乗れる転換クロスシートはかなりのポテンシャルだと思われるので、乗る価値は十分あると思います。行った先の観光地も良かったね。ほんと絶景でしたね。じゃあ今日はここまでにします。じゃあ、またね。